イラン、タブリーズに敵願するムッダームッダーは、イスラム教の法や教義に深く精通した、イスラム教徒の男性に対する損傷である。教区牧師と保護者の両方を意味するアラビア語モラから派生した言葉で、イスラム圏の中でも特に、イラン、ボスニア、アフガニスタン、トルコ、中央アジアとインドア大陸において、 イスラム聖職者やモスクでのリーダー格の人物を故障するために使われている言葉である。広くイスラム圏では損傷として知られているが、最近はインターネット上では、テロリスト、偏屈者、熱狂者と共に分類され、乱用が見られる。この乱用の原因は、イスラム主義勢力タリバーンの最高指導者、ムハンマドーマルの影響によるものと考えられる。 イスラムの教養を身につけたムッダーは、イスラムの伝統やイスラム法を学習していることが理想である。大抵の場合は、ハーフィズである。しかしながら、教育を受けていない村人がしばしば多少学識のあるイスラム教徒を、ムラーや聖職者とみなすことがある。このように、ムッダーの学習レベルは、必ずしも統一されていないが、ムッダーはモスクで祈りを導き、 説教を提供し、出生儀礼や、葬儀などの宗教儀式を行う役割を担っている。また、マドラサで教鞭を取るムリッダーもいる。彼らの知識は、イスラム教のテキストを解釈する際に適用される。ムリッダーは、西欧メディアでしばしば極端な存在として、取り上げられているが、すべてのイスラム教徒の習慣やイスラム教に対する信念は異なるとしか言えない。 この故障は主にイランの主流派であるシーア派の聖職者に適用される故障である。また、パキスタンの言語ウルドゥモでよく使われ、インドア大陸ではシーア派やスンナ派といった宗派に関係なくラマーを指す故障として使われている。また、ロシアや旧ソ連諸国でも同様の使われ方をしている。これに対し、アラビア言語圏ではほとんど使われることはない。 アラビア語で近い言葉として、シャイフ、イマウムやウラマーが挙げられる。スンナ派の世界では、聖職者の概念は限られた有用性しかなく、宗教制度の中で権威が比較的分散されている。英語を話すイスラム教聖職者が自らをムルッダーと呼ぶことはほとんどないが、英語圏ではよく使われる言葉である。イギリスがインドを植民地として支配下に置いていた時代に、 ウルドゥ語から英語に借用し、広がった経緯を持つ。ムッターは、歴史的にも政治に参画してきたが、実際に政治的権力を握るようになったのは、比較的最近の話であり、イランでは1979年にシーア派、イスラーム主義派が、アフガニスタンでは1970年代後半から1980年代にかけて生まれたタリバン政権下で、 政治的権力を身につけた。20世紀初頭まで、ムッラーという言葉は、イランの宗教学校で総話の話し手を専門とする、下級聖職者を指す言葉として使われていた。今日では、イスラーム法学者に対する軽蔑語として使われる、こともあり、これに対し、ルハニという言葉を代替語として推奨する動きがある。アフガニスタンでは、 宗教傾向のあるものに対する総称で使われることもある。ありがとうございます。